八雲駅は、北海道二見郡八雲町本町にある、北海道旅客鉄道函館本線の駅である。駅番号は H54。電報略号は雲。事務官コードは14122。八雲町の代表駅で、優等列車は、特急、北斗が停車する。かつては、特急、スーパー北斗、寝台特急、北斗星、カシオペア、快速、アイリスも停車していた。なお、寝台特急、トワイライトエクスプレス、急行、ハマナスは通過していた。2016年に一つ長万部寄りの鷲ノ瀬駅が廃止されたことにより、当駅は道内最西端の鉄道駅になった。1976年の八雲駅と周囲約 1.5km 範囲。右下が函館方面。駅裏には青い屋根の雪印乳業。八雲工場前へ膨らんだ側線とその左の農協倉庫引っ込め線がある。3棟の大きな赤い屋根の農協倉庫の北側の空き地に灰色の基礎が残されているが、ここに八雲工業所の作動原動所とホッパーがあった。かつては道路を越えて八雲飛行場内へ引き込まれていた引っ込め線もあった。また、長万部方面の駅北西側のカーブ付近から左方の有楽部川岸へ向けて、砂利線が分岐していた。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成旅客用としては2面3線のホームを有する地上駅。駅舎側より単式ホーム1面1線、ホームのない上り列車専用の側線1線、島式ホーム1面2線、横取り線となっている。ホーム間の移動は、跨線橋で行う。3番線は列車の折り返しが可能である。社員配置駅だが早朝と夜間は駅員不在。当期間のみ当直勤務がある。緑の窓口設置駅。駅舎はコンクリート平屋建てである。自動改札機は設置されていない。現在整備新幹線として計画中の北海道新幹線における八雲町内の駅は八雲駅ではなく、別の位置に設置され、新八雲駅となる予定である。同時に、道内最西端の鉄道駅が当駅から新八雲駅に変わることになる。特急、北斗の隣の停車駅は、列車記事を参照。ありがとうございます。